冒頭から非常に手首のしなやかさと、あとやっぱりタッチのこの繊細さですか、うん、それをまず勉強していただきたい曲だなと思います。もう思いっきりってやられちゃうともう全然世界が変わっちゃいますから、最初はもう本当に銀河系宇宙のもうバーッとこう星空に、うん、星がこう散りばめられているそんなような、もう本当に晴れてたらもう星空って言ったらブワーッとなんつうかものすごい数の星が見えてくると思います。それをイメージしながら何かこう一つ一つ一つっていう、うん、例えば白鳥座、オリオン座、北斗七星とか、あんまりまず最初はもう星の世界にこういざなっていくようなイメージで、それでまだやっぱりこう4つ音ありますけども、最初のこの小指がね意外と置きが甘い人がいるんですね、うん、なのでこの音っていうのはやっぱりちゃんと置かないと次のこの親指の音にアクセントが非常につきやすくなります、うん、で内声のドシラシラソって、そこにもメロディーを感じるのはとってもいいことだと思うんですけども、うん、なんかそこにあんまりメロディーを感じすぎちゃって頭のこの音をきちんと着地させないとなんかバランス悪くなりますね、うん、だからやっぱりラララでこう4つの音が、うん、尻尾に向かってディミニエンドかかるような感じ、うん、こうです。それでこれだともう調合ついてないんですけども、ここでエードゥアだっていう、なんかここでやっと、うん、宇宙に散りばめられたものがエイドアの世界に、うん、なんかこうほっとしていくような、うん、だからその最初を決めるこの音っていうのはちょっと私は長めに感じて、それでまとめていくような感じの弾き方でいきたいかなと思います。音で表現したいと思ってるんですよ。だからここに書いておきました。例えばね、僕も宇宙好きで星空大好きで、満月がない、新月ってありますね、月が出てない夜空で晴れ渡ってる夜空で、まあ、できれば山の上とか行って、でそういうとこから見ると本当に空気がきれいだとブワーって見えるんですよ、星が。でその中にはね、なんかたくさん集まってるとこもあると、スカスカのところもあったりして、意外とですね、星っていうものはランダムっていうかな、要するにバーッとあるんですけど、その中からね、こういくつかがね、こうまとまって見えてくるんですよ。それが星座ね。でそれがね、最初のところにあるんじゃないかなと思うんですよ。で最初ね、ちょっとじゃあ弾いてください。これまずね、いろんな星が混ざってる世界なんですよ。でちょっと見る方向を変えたら、こっちにもなんかいっぱい映っと、そしたらこの中に一つ何か形が見えてきた。僕の勝手な想像ですよ。これが星座だと思うんですよ。例えばこれを白鳥座にしていいんじゃないですかね。白鳥という星座。そうすると、そこまでは満天の星を2箇所見てるんですよ。あるところ、あるところ。そうすると違うものが見えてるんだけど、それがですね、音が合わさってる世界。これがね、ペダルで表現してると思うんです。